世田谷区にある九品仏浄心寺で5月5日25菩薩来向へお面かぶりが行われました。これは阿弥陀如来が25人の菩薩様を従えて西方浄土より御来光になるという浄土の教えを行事にしたものです。玉川組のご住職様方、旗持ちに続きまして、江戸時代より執り行われているこの仏教行事は都市指定無形民俗文化財に指定されています。会場では浄土を表す三仏堂の中央浄本堂から現世を表す本堂へと橋が架けられ、菩薩のお面をかぶった行列が練り歩く儀式が行われました。私たちのこちらの岸架け橋を渡る行列は3度行われ、参加者や拝観者は先祖に感謝し、今後も健康で過ごすことができるようにと祈願しました。亡くなった父の遺灰を持ってたので、そのこととか、あとは、義理の母のこととか、あと私の友人でこれまで亡くなった人のことをちょっと思ったりはしましたね。住職の方もそういうことをご説明されたので、そのようにさせていただきました。自分がこうやって今幸せに暮らしているのも、これまで亡くなった人たちのおかげだなってことをかみしめながら、暮らしていこうかなっていうふうに思いました。